料亭はですね、五感を感じていただく場所でございます。お食事だけではなく、器ですとかお部屋のしつらえ、またお部屋から見える景色、すべて、五感で感じて味わっていただく場所だと思っております。金沢は四季がとても色っぽいですので、食材にバリエーションが豊かでございます。本日はカニのお料理をお出しさせていただきました。金沢は伝統工芸が盛んでございますので、お料理と一緒に伝統工芸を楽しんでいただくことができます。郷土料理でありますジブニがございますが、ジブニ専用のジブワンというものがございまして、春夏秋冬それぞれのジブワンを用意しております。